さ、これ一体何時間かかんの？おい、丸一日かかるど。ハロー、アサギーニョです。一番の一目惚れ、色別に分けてホワイト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 。ダンさんはこのあたりですね。ありがとうございます。悩む。はい、今日はさ、年末最後にさ、クローゼットのお洋服の収納&断捨離&送別会すんねん。ちょっと正直動画回してる場合ではないんですね。この量集中してやらないと終わらへん。このクローゼットルーム、ここだけじゃなくてあっちにもあるし、シューズクローゼットもあるね。まだみんなにシューズクローゼット公開してないや。もう正直さ、ちょっと一服します。正直さ、私お洋服をさ手放すのはさ本当に嫌やねん。なんでかって、まあうちカラフルなさコーディネートするからさ、わ、これの時にこの色の緑が欲しかったとかさ、もうお洋服は絵の具みたいな感じでコーディネートにもう必要やねん。けどもう入らへん、もう見ての通り。だから今日はもう慈しみながら送別していきたいと思います。バキュン。ここ以外にもあっちにもこっちにもあるのです。ここにもあるんですよ、お洋服。いやもうやばいね。で、こっちにもあるんですよ。こっちにもあるんですね。え、ご結婚されてますよね、一人暮らしですかって言いたくなりますよね。ダーンのはここです。え、はい、ここだけです。不憫な旦那さんって感じやんか。かわいそうな人って思うと思うんですけど、びっくりするぐらいミニマリストなんです。そう、前も言ったけどさ、服同じやつをルーティンで毎回着たいっていう人なんですよ。で、そんなダーンが一昨日衝撃発言。あー、俺もちょっと断捨離せなあかんなって。何を捨てる、裸で生きていくんっていうレベル。まあそれぐらいもう効率重視っていうお方なんですよ。それでね、私が今気になってんのは、もうお洋服入らへんのもそうですけど、ジャンルが別々になっちゃった。もう本当はこっちはシワになりやすそうなボトムスとかスカートで、こっちはまあ普通にトップスみたいな感じで、でこっちはワンピースの予定やってん。こういうワンピースって。ほんでこっちはドレスとかセットアップとかで、こっちアウターっていう、そういう段取りやったのに、もうパジャマとかこの中入っちゃってるし、ジャンルがぐちゃぐちゃだから、今日の最終目標はもう綺麗に色も、できれば色もお洋服のカテゴリーも綺麗に並べられたら OK。 途中でくたばって倒れてしまったらゲームオーバー、レッツゴー。バキュン。古着でワクチンに送ります。メンバーとか妹とか家族にあげれるやつはここで、こっちはもう完全に着ないやつ。なんでこんなとこにパジャマがあるの。じゃん、これ捨てられなくて。正直これな、 S サイズでうちは入らへんねんな。うちのサイズはなこれやねんけどな、グッバイコスモスで子役ちゃんが着てくれててん。あ、これな、最近買いました、衣装として買った夏美大沢さんのドレス、めっちゃ可愛い。わ、これもな、もうな、何年前、これも初めて神戸コレクションを歩いた時の衣装、捨てられないんですよ。あ、これも MV の時の衣装、妹にあげようか。あー、これは悩む。3、4年前にさ、ロンドンで買ってんやん。めっちゃ可愛いねん、ヴィンテージのデニムコート。可愛いねんけど、だけどちょっと重たいねん、置いとこう。あ、これは今年の一番の一目惚れアイテムです。みんなからもね、これ着てる時いつもねコメントくる、純也渡辺のコートです。なんでワンピースがこんなとこに。これはマルジェラのコートです。かわいいやろこれ、モモンガみたいになってる、めっちゃかわいい。これ今年もいっぱい着ます。あー、これYTFF の時の衣装。いや、衣装とか捨てられなさすぎてほんまにどうしよう。熱海のタイムループの時の、これ古着屋さんで買ったやつ、これめっちゃ気に入ってます。これも可愛い。あー、これも衣装、小林さんのこの、これはセシリー・バンセンとマッキントッシュの、ずっと憧れだったシモーネのジャケット。これソニーミュージックのグランプリいただいた時の。これさ、気に入ってたのにさ、燃えてん、火が飛んできてさ、燃えちゃってん。ここ悔しすぎて残してたけど、さよならするか。
私の身を守ってくれてありがとう。これは自分のあのブランドで作ったものの中で一番着てるやつ。正直あの私が自分で持ってるコートの中でももう一番気に入ってます。ちょっと休憩です。この前韓国で買ったやつ。正直さ、全然捨てるやつなくてやばい。断捨離とは。自分のブランドの服はさ、もう入りきらへんからさ、シーズン違うやつはもうオフィスに置いちゃってんねんな。なんかいろんなお洋服のコーディネート提案とかしたいからさ、マジで服減らん。使わへん服とか正直ないもん。キャラモコスメネタバキュン。ここはスポーツ系のお洋服、ゴルフウェアとか見て。ゴルフウェア一番お気に入り。あとはスポーツせえへんくせに一丁前にスポーツウェアも持ってます。プーマでーす。でこっちは、トートバッグ。トートバッグって TOTO テテ トーテバッグかな。やねー、トテバッグだ。どういうお育ちをされてきたのかしら。どこの学校を出られたの。最近はさ、もう書かへんやん文字をさ、もうずっとスマホやから。だからさ、もう文字書けなくなってさ、クリスマスグッズって書きたいのにさ、なんか通がめっちゃ気持ち悪いことになったりさ、また間違えてさ、クリスマスス、もう勘弁してよ。ちなみにこれはあのニトリで買いました。めっちゃ便利。これ磁石でくっつくねん。こうやって羽出てきてんけど誰の。靴下お化けに片っぽ盗まれた。靴下はこういう感じで色別に分けて、これもちょっと中途半端やけど、タイツはこんな感じで。はい、3,4 年前に買った古着のパンツありがとう。これも 3,4 年前に買った古着のスカートありがとう。これもありがとうございます。終わった。じゃあ夜になってしまいました。ほんまに1日かかってんけど。でもすっきり。バキュン。じゃあちょっと紹介します。こちらアウターゾーン。アウターは割と合わせやすい色のものが多いです。でここがワンピースドレスコーナー。ある程度色で分けてます。そして羽織系のコーナー。トップス、スカート、ピンク、ブルー、グリーン、レッド、ホワイトっていう感じでできました。あとはこの上もラベリングしました。コスチュームとかアーカイブ衣装、ほら思い出のさ衣装とかさ捨てれへんって言ってたやつここにした。あとはあと着物、浴衣とか。ここは前からやってるけど、トップス、スラックス、パターンパンツ、ウィンターボトムス、コーデュロイとかで、サマーパンツ、デニムは2つ箱があります。フリーズパンツ。ちょっとここどうにかしたいけど、あのショップバッグ、こうやって荷物をこうやってまとめれるショップバッグをちょっともうちょっと綺麗にしたいなって思ってる。でもこんな風にラベリングしていくのが私のちょっとこだわり。あとここはじゃん、手袋とかマフラーとかバラクラバとかを入れてます。やっとマフラーの時期になってきた。可愛いやろ。今年もこれつけよう。このさ、このミッフィーちゃんのマフラーさ可愛いねんけどさ、つけていくタイミングなさすぎて、こうしてさすがにさ待ち合わせとかでさ、おはようとか言ってこれできたら結構注目浴びちゃうかなと思ってまあいっか、可愛いから今年はつけます。これで初詣とか行きたいですね。あとはこっちの部屋もできました。じゃーん。こっちは割とカラフルゾーンだからさ、ピンク、パープル、ブルー、グリーン、黄緑、イエロー、オレンジ、カーキ、赤、
ホワイト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 って感じで結構綺麗に綺麗です。とってもいつまでこの状態が続くやらわかりませんけども、あとはこのカチューシャタワーもねちょっとごちゃごちゃしてるからカチューシャタワーの管理人ネッシーです。キュン。あとはシューズクローゼットなんだけど、もうちょっと疲れたから今度にする。まあそんなに散らかってもないし、まあいいかなって。これはダーンのゴルフです。ゴルフです。でこれは私の運転グッズ、ミフィちゃんに入れてる初心者マークとかスマホバッテリーとか ETC とか入れてます。これを持ってすぐに運転できるように。昨日運転しました。でちょっとこれちょっとお汚いですよね。これはなんとかします。今年までに。スリッパなんだけどこうやって詰め込んじゃってる。失礼いたしました。なんか死にかけの文字でレーザーって書いてますけど、レザーのケアアイテム、ケア用品です。どうしたん。もうこれも年末までに書き直します。レザー基本的に私が独占してます。かわいそうなダーンさんは、このあたりですね。このあたりがどんなもの履いてらっしゃるんでしょうか。これはかわいいですね。これはマルニです。マルニのちょっとコロンとしたボリューミーなお靴ですね。あ、フォーマルな革靴も履いていらっしゃいます。これも素敵ですよ。これはブーツですねっていう感じでね、ダーンのものは非常に少ないんですけど、プレゼントとかもあんまり好きじゃないみたいなので、あんまり本当にベストマッチングです。物が多い私と少ないダーン。特に家の物が増えることにはストレスを感じてなくて、自分の持ってるものはこれとこれとこれでもうオールスターズって感じにしたいっていうみたいです。ダーンは可愛いものが大好きなんですね。矛盾してるけど可愛いもの大好きだから、家具とか雑貨とか私の服とかだからね、いつもね、あ、女の子はいいなっていつも言われます。なんだか不思議な生き物。俺も女の子だったらこんなにお洋服いっぱい集めたかったなって。だから自分の夢を私に託してる。可愛いものとかいっぱいシェアしてくれたりおすすめしてくれたりして最高なり。キュン。はい、というわけで終わりました。お疲れ様でした。もう年に一度ですから頑張っちゃいましたよ。もう夜になっちゃった。最悪。最悪だけど嬉しい。それじゃまたね。これからもね、ヒートテックとか下着とかお風呂用具とか考えたらいろんなものを大掃除していかないとならない。みんな年末までにはクリスマスとか忘年会とか年越しとか帰省とかいろいろあると思うけど、それまでに一つずつ大掃除終わらせていきましょう。じゃあ最後まで見てくれてどうもありがとうございました。グッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。インスタのフォローも待ってます。それじゃあ次の動画も見てね。バイバーイ。せーの、バギオン。